回は年末調整手続きの電子化についてご紹介します。毎年年末が近づくと年末調整のための事務が始まります。これまでの年末調整ではそのほとんどの事務を書面で行っていました。従業員の方は各種控除申告書を手書きで作成し、控除証明書はがきなどを添付した上で勤務先に提出していました。そして受け取った勤務先では内容を確認・検算し、控除額を給与システムなどに入力し書面を保管するなど紙による手続きを行っていました。この年末調整手続きが電子化されると、従業員の方は1. スマホやパソコンからマイナポータルなどを活用して、年末調整手続きに必要な各種控除証明書データを取得し、2. データで各種控除申告書を作成し、3. これらを勤務先にメールなどで提出することができます。さらに勤務先は受け取ったデータを給与システムなどにインポートして年税額を計算することができます。このように従業員の方にとってはマイナポータルを活用して控除証明書をまとめて取得、各種控除申告書への自動転記、控除額が自動計算されるなど紙での手続きが不要となります。また勤務先にとっては様式の入手や紙での配布が不要、各種控除申告書の確認作業が削減、給与システムなどへの手入力も書面の保管場所も不要となります。このように年末調整の一連の手続きを電子化することで、従業員の方、勤務先の双方に様々なメリットがあります。なお国税庁では質問に答えていくだけで年末調整関係書類を作成できる無料のソフトを提供しています。詳しくは国税庁ホームページの年末調整手続きの電子化に向けた取り組みについてのページをご確認ください。